量子ビーム物質科学研究分野では、量子ビーム科学研究施設のエルバンド電子ライナック、フェムト病レーザーなどの最先端量子ビームや、コバルト60ガンマ線照射装置を用いて、量子ビーム照射により有機されるイオン化、または冷気と、それに引き続いて起こる科学過程を研究しています。特に、 世界一のビーム強度を誇るライナックから発生した電子線で物質を冷気し、その直後に起こる現象を光の吸収変化により、フェムト病から病までの時間領域で追跡し、物質内での電子、ホール、エネルギー移動の研究を行っています。量子ビームの重要な応用例として、 最先端半導体製造に適用される微細加工技術があります。今後の微細加工材料開発では、量子ビームによって付与されるエネルギーによって有機される化学反応の効率をどれだけ向上できるかが重要な鍵になります。パルスラジオリシス法を用いて、ナノ空間で有機される反応を観察し、レジストパターンの揺らぎの制御などの 微細加工材料の高性能化に取り組んでいます。量子ビームの重要な利用例として、放射線の生物作用を理解することが挙げられます。パルスラジオリシス法により、DNA がイオン化された後の変化を追跡し、生体分子の機能解明、遺伝子損傷の初期過程を明らかにしています。このように、 放射線のがん治療の基礎となる過程を見ることができ、医療材料などの創生を目指しています。さらに、量子ビームを用いたトップダウン加工と、その発展としてボトムアップ融合型の新規微細加工技術の研究を行っています。これは、金属ナノ粒子をパターン化した表面にボトムアップ技術で並べるという応用研究です。 このように、当研究分野では、量子ビームを加工・分析手段として活用し、得られる空間及び時間情報から化学反応をモデル化することによって、ナノスケールの化学反応の解明を行っています。